百瀬直です。こんにちは。これから大地震の前兆現象としての海面水温の変化について解説していきます。つい1週間ほど前ですが、2021年2月13日に福島県沖地震が発生しました。で、この前後に海面水温がどう変化していったかをこれから説明します。私は地震前兆研究家、ライター、ブロガーなどとして活動しています。百瀬直也と申します。よろしくお願いします。で、この地震、マグニチュード 7.3 で最大震度6強の、強い地震となりました。このように震度分布なんですが、北海道から本州の西日本まで広く有感地震と なりました。それで過去の福島県沖のマグニチュード 7.0 以上の地震の分布なんですが、ここが今回の2月13日に発生しました M7.3 の地震です。で、他にも過去20年ほどに4回ほど起きていました。で、この地震発生前後の海面水温を調べるために、この EARTH というサイトがありまして、過去のから現在までのいろんな気象データが分かるんですが、今選択しているのは海流の海面水温異常ですね。で、これは普通の海面水温を示しているんですが、これは地震1ヶ月前の1月13日の時ですね。で、緑色ぐらいだと約 10度から11度ぐらいの水温を示しています。今画面を切り替えます。で、この海面水温異常だというのは平均値ですね。過去の平均水温から全く変化がない平均、ほぼ平均の場合は黒色になります。このあたりですね。で、平均値より低くなっていくと、この濃い青色からだんだん青色が薄くなって水色になって、白になっていきますと。逆に平均水温よりも高くなっていくと、まず濃い赤色だと、1度から2度高くなります。で、もっと赤色が薄くなっていくにつれて、だんだん黄色に変わっていますいきます。で、この辺ですね、今。で、さらに高くなっていくと白になっていきます。白に近くなっていきます。この辺の色使いがちょっと感覚的に分かりにくいかもしれないですが、これ海外のサイトで、まあ、こういうもの、決まりとなっています。で、地震の1ヶ月前の1月13日の時は、震源付近はあまりこれ正確ではないかもしれないんですが、およその震源付近はこの辺ですね。で、水色ですから、まあ、3度から4度ほど平均より低くなっていました。で、5日単位でだんだん進めていきますね。で、1月18日赤くなりましたね。ということは急に平均よりも高く、若干1度から2度高くなってきました。で、さらに5日進めて1月23日こういう状態ですね。で、1月28日2月2日だんだん黄色に近くなってきましたね。で、ここからはちょっと1日ごとに進めていきますね。2月3日2月4日2月5日この辺が震源ですね。2月6日2月7日
だんだんあの黄色い部分が震源の周辺で広くなってきました。2月9日、だいぶこの震源になった東南の方はだいぶ黄色から白が広くなってきましたね。2月11日、2月12日、地震の前日ですね。それで地震の当日、2月13日のこれは21時日本時間の状態です。ですから地震が発生したのは23時8分ですから約2時間ほど前の状態ですね。で、地震が発生した後はどうなるかというと、1日ごとに進めていきますね。地震発生翌日の2月14日、ちょっと黄色い部分が狭くなってきてますね。ちょっと戻ったりもしますが、赤になりました。2月17日ですね。この辺が震源でした。2月18日。ここからちょっと、まだデータが、出てないので、この辺にしておきます。こういうふうに、今、地震当日に戻しました。地震の発生の直前までは、かなり黄色い部分が広がったということですね。ですから、ちょっと、平均海面水温よりも4度から5度ぐらいですか、高くなっていた、震源付近が高くなっていたということが分かってきました。このように大地震が起きるときというのは海溝型地震になりますが、海面水温が非常に高くなったり、あるいは逆にある期間では低くなったりするようなんですね。これが私の過去の研究から、私だけではないんですが、そういうことが分かっています。で、これが地震発生当日の広範囲の海面水温を示して、海面水温の偏差、温度偏差ですね。平均から何度か違っていたかという。で、こういうふうにかなり海面水温が高い範囲が広くなっていましたと。そういうことがわかりますね。はい、次に過去の地震で、同じ福島県沖地震で2014年7月17日、7月12日に4時22分に発生しました、マグニチュード 7.0 最大震度4の地震の時の海面水温を、ご紹介します。それで地震の1ヶ月前の2014年6月12日の時はこの辺が震源となったんですが、青い色になってますね。海面水温がの偏差が2度から3度ぐらい低かったことを示しています。だんだん進めていきます。5日ごとに進めます。6月17日、ちょっと黒に近づいてきました。平均に近づいていますね。6月22日、6月27日、平均を超えて、だんだん赤になってきてますね。7月2日、さらに赤から黄色にもっと上昇しています。で、7月7日、で、ここから1日ごとに進めていきますね。次は7月8日、7月9日、7月10日、7月11日。で、このあたりが震源ですね。で、地震の前日になりました。
で地震の当日7月17日12日の朝9時ぐらい、こういう状態でした、ね。平均より4度か5度ぐらい高くなっていました。で次、翌日の後、7月13日の、これは地震が過ぎた朝9時ぐらいですね。地震が発生したのは4時ぐらいですから、依然としてかなり平均より高い状態でした。でその後はどうなったかというと、5日単位で進めていきますね。次は7月18日。黄色から赤になって、さらに7月23日、黒に近くなっていますね。黒が平均温度です。で7月28日。8月2日。こういった形で、だいぶ、海面水温がだんだん地震が起きた後は低くなっていきました。こういうふうに、やはり地震の発生した頃は海面水温が最も高くなっていたことがわかりました。海面水温、正確に言うと平均よりも平均との偏差ですね。それを色で示しています。以上で終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。で参考までに私の、ブログや SNS、こういうものがあります。でここで地震の前兆現象とか地震の予測などを常時公開しています。ありがとうございました。